新しいゲームが入ったんで、それを説明します。2人用のゲームです。ボルテージという最近発売されたゲームです。そうですね、僕もね、まあ噂は知ってたんですけど、見たのは初めてです。はい、こんな感じで2人対戦ゲームになります。で、最初に勝利条件と言ってますと、点数を5点取った方が勝ち、ね、これあの点数トラックになってるんですよ。ここにポンポンポンと。今日本ではボードゲームがコミュニケーションツールとして趣味の一つとしてすごく流行っていて、その中でボードゲームカフェが、そのボードゲームを遊ぶ場所としてかなり数が増えています。アナログゲームはもともとゲームが好きで遊んでたんですけど、アナログゲームのイベントとか展覧会がいろいろあることを知って、あ、面白そうだなと思って自分でもやってみたくなって始めたのがきっかけです。じゃあこれを出したいです。そう、自分のところじゃなくて他人のところしか出せないです、で何もないところには出せない。今はアナログゲーム業界でグラフィックデザインだとかルールデザインだとか、そういったことを仕事でさせていただいてます。もうやっぱ人生ゲームやりたいって言われてしまうんですよ。はい、人生ゲームももちろん素晴らしいゲームなんですけど、はい、でも人生ゲームやりたいっていう選択をする方のほとんどがやっぱり昔やってて懐かしいからっていう感じで人生ゲーム遊ばれたがるんですよね。あとモノポリとか、はい、でもうちのお店っていうのはその思い出に浸る場所ではなくて、はい、新しいそのカルチャーというか、うん、新しいそのエンタメに触れてもらう場所だと個人的には思っているので、はい、逆にその人生ゲームとかあとジェンガみたいなそういう昔遊んだなみたいなものを置いてないんですよね。はいはい、なんでそういう人たちに人生ゲームっぽいけど人生ゲームより面白いゲームですよって言ってボードゲームを紹介したりとかするんですよね。うん、あ、そうなんですね。うん、例えばなんかタイトルで言うとやっぱサイコロ振ってこう動かすっていうのが楽しいらしくて、まあ、例えばウミガメの島とか。あ、これですか。はい、ウミガメの島。ちょっとボロボロで申し訳ないんですけど、すごいやっぱ遊ばれてる感がありますね。そう、サイコロの目の色も消えるぐらい遊んでるんですけど、これとかやっぱ人数多くて遊んでいただけるので、はいはい、これはやっぱサイコロ振って進めるっていうところがちょっとスゴロクっぽいかなと思って遊んでいただくんですけど、うんうんうん、このゲームはまあ矢野やったことあると思うんだけど、はい、この相手の、ね、そう、亀に相手の亀に乗ると相手のことを支配できるっていう結構特殊なルールがあったりとか、はい、サイコロ1個だとその出目分じゃないといけないのに2個振るとなんと2倍進めるようになったりとかっていう、その賭けの要素というか自分がどこで勝負するかっていうのを決められたりとかするっていう、その選択肢の幅が結構あるゲームなんで。確かにそうですね、うん、自分がうまくやるだけじゃなくて、そうそうそう、人の邪魔をするべきか、うん、ちょっと戦略的にここはもうちょっと押して、うん、で賭けに出るべきかみたいなジレンマが結構詰まってて、すごいいいゲームですよね。遊びカフェのオーナーの伊達さんとはもともとゲームを一緒に遊んでた仲間ではあるんですけど、そのボードゲームを遊ぶ場所がその出会った当時っていうのはまだみんなオープン会を例えば貸し会議室とか公民館とかを借りて開いて遊ぶっていう方法しかなくって、カフェのようなものがなかったので、そういうリラックスできるような場所でボードゲームをしたいねっていう話をずっとしていて、で他の制作者の方たちと一緒にカフェを借りてボードゲームイベントを一緒に開いたこともあるんですけど、やっぱりそれを毎日維持できるわけではないので、みんなが遊べるようなカフェがいつかできたらいいねっていう話はしていました。日本はやっぱ海外と比べると家で遊ぶっていうイメージはそこまで文化としては根付いてないのかなと感じますね。高校時代は将来ボードゲームではなくてテレビゲームの仕事をしたいなっていうふうに思っていて、そういうのを感じながら高校を卒業した後は自衛隊の学校に入って、でその自衛隊は途中で辞めてしまったんですけど、自衛隊を辞めた後にウェブサイト制作の会社を立ち上げようと
思ったんですけど、まあ、その会社を設立するための、まあ、お金を稼ごうということで、ちょっとホストの仕事を2年ぐらいをしてまして、でその仕事をしてお金を貯めた後に友人と、ウェブサイト制作の会社を立ち上げたというのが、まあ、最初の社会人デビューみたいなところにはなりますね。何がきっかけというか。僕は、ね、花見だったんですよ。友達が花見に、はい、ワードバスケット持ってきてくれて、それでなんだこれってなって、でも僕の中でトランプとUNOしかカードゲームって知らなかったから、そこはもう面白いってなって自主的に、そうそっからいっぱい買ってってやったんですね。で、まあ、月1とかでイベントとかを、はい、ボードゲームイベントをやりますみたいなことをやって、友達のなんかお店を借りてやったりとかしてて、へー、それやっていくうちに、あ、これはなんかいつか自分の店やりたいなって。その頃はまだジェリーカフェの、そのコワーキングスペースとしてはなかったんですか？7、8年前。そう、コワーキングスペース兼ボードゲームカフェみたいな。じゃあそのハマったぐらいのタイミングで。そうだからその時はボードゲームちょっとハマってっただけで、ビジネスとしてはあんまり考えてなくて、はい、ただ自分が持ってる20個30個のボードゲームを家に置いといてもしょうがないから、ここに置いて、あ、なるほど、ボードゲームでも遊べるカフェ&バーみたいなことをやってて、はいはい、だから本当にボードゲーム料金も取らずに、へ、お酒頼んでくれたらボードゲーム遊んでいいですよみたいな。もうでも最初はそういう、その方がしやすいですよ、ね、そう、最初はそういうスタンスでやってて、本当に何だろう、趣味の延長線上みたいな、そう、今までボードゲームなんて知らない連中が結構面白がってくれてたから、それって結構可能性あるんじゃないかなと思って、ボードゲームにっていうのは割と初期の頃というか、あくまで私の印象ではあるんですけど、これからボードゲームを始める人たちが最初に行く場所がジェリージェリーカフェっていうケースは多いんじゃないかなっていうのと、まあ、多分ジェリージェリーカフェさんの方でも初心者の方が来やすいように簡単なゲームだとか盛り上がるゲームだとか、そういうものをラインナップされてるんじゃないかなと思います。数年前はですね、日本にボードゲームカフェって10店舗程度しかなかったんですけど、ここ数年ですごく増えていて、今では300店舗以上日本にあるって言われてるんですね。その分ボードゲーム人口も増えているので、それだけ需要があるなっていうことではあるんですけど、やっぱりその今いわゆるボードゲームブームなんですね。いろんな人たちがボードゲームってなんだろうって興味を持ち始めた段階でして、でどこで買っていいかわからない、どこで遊んでいいかわからないっていう方が大勢いるような状況だと思うんですね。なのでボードゲームカフェに行けば、お店の人がルールも教えてくれるし、面白いゲームの紹介もしてくれるっていうところで、多くの人がボードゲームカフェに足を運んでいるのではないかなと思います。これもダメなの？破棄しましょう。破棄で1、そしたらこれどうなの？これはどうなんですかね、棒だけの場合。じゃあ棒だけ、はい、車だけ戻ってきてにしよう、はい、でこれをもらう。そう、うん、なぜなら俺はここに置きたいから。はい、客層はね、結構ね、学生さんがやっぱ増えてて関係ないです。学生さん、なんかジェリカフェさんはなんか他のカフェより若い人が多いですか？多いかも。それってなんか友達が行ったことがあって、うん、で一緒に行こうよって言ってくるんですかね？そのパターンが多くて新しい邪魔の仕方みたいな感じですねもうなんかもうぶつかりまくってて、もうなんか全体的に、もうなんか大学のサークルとかで一人だけすごいボードゲーム好きな人がいて、はい、友達 3,4 人連れてくるみたいなパターンがやっぱちょっと多いかな。どれくらい遊んでいくんですか？ 3,4 時間とかかな。放課後にちょっと来て。そう放課後というか、そうね、授業ない日とかに、あ、学生さんたちがっていうパターンが。何遊んでます？でもね、なんだかんだやっぱりカタンはね、遊ばれ強いですね。そう、なんかやっぱりとりあえずボードゲームといえばカタンだよねみたいな、でもやったことないよねみたいな人がやっぱり多くて、こういう人が来てくれるイメージ。あ、置けちゃいましたね。カタン遊んで次じゃあこれやってみようみたいなのって何なんですかね今。いやでもカタンやった後とかはどうしても軽ゲーになるから、
そうすると、じゃあゴキブリポーカーやりましょうかとか、コヨーテやりましょうかとか、小箱を勧めがち。確かに、なんか友達に連れてこられたからやるけど、うん、やってみて最初にカタンって結構重い方のスタートですよね。そうそう、本当にカタン目的で来る人はいいんだけど、はい、だからまずは10分ぐらいで終わるゲームで準備運動をして、はい、じゃあ次1時間がかかるんですけどどうですかって言ってやってもらうというパターンね。1時間くらいならいいですよね。これでもセーフですよ。使い捨て系のゲームすごい増えてるじゃないですか、はいはい、増えてる。タイムストーリーズとかイクジットとかね、そう、アンロックとかもそうですけど、はいはい、やっぱなんか謎解きゲームの、うん、その流れというか流行がもともとあるから、はいはい、あの使い捨て系だけどその謎解きできるゲームは割とすんなり入ってきた感じがしますよね。エグジットもめっちゃ売れてますからね。そっか、やったことないな。あ、ないですか。アンロックも、アンロックはあります、持ってました。アンロック派とエグジット派で分かれる気がしますね。そうなんだ。それはゲーム性が似てる、似てるけどちょっと違う、はい、謎解き系のはなんか一回やったらまた次他のやりたい、また次他のやりたいってどんどんなるから、うん、ああやってどんどん出てくれるのはありがたい。解けた瞬間の気持ちよさみたいなのはやっぱあるから、ね、分かっちゃったって。そうでそれをまた人に披露するのも楽しいですからね。そうなんでボードゲームカフェ向きじゃないんですよね。あー、いやーでもゲーム作りたいな。理想を言えば、はい、もうゲームデザイナーとして頑張りたいところがあるけど、今んとこその意外です。なんで意外。あのタギロンも、はい、ベストアクトも、あと今作った四角丸丸丸も、はい、リメイクだから、はい、それはでもなんていうんですかね、大人な感じで言うとライセンスじゃなくて自社がいいなっていう意味も含めてですか。どういうこと。その自分でデザインしてやりたいっていうのは、デザイナーさんを呼んでやるとどうしてもライセンス契約になるじゃないですか。まあもちろんそれもあるけど、でもやっぱりそれよりも僕のゲームですって言って売りたい。いいですねっていう、やっぱりなんだろうのがあって、前その去年エッセンにヤポンブランドとして出店したときはタギロンを持ってったんです。ジェリージェリーカフェのオーナーの白坂さんはボードゲーム業界の中でも常に新しいそのボードゲームと何を掛け合わせたらもっと広がっていくだろうっていうのを考えてる方で、うん、今まで誰もやらなかったようなボードゲーム事業とかをたくさんされてるっていうところが本当にすごいなと思いますね、うん、そこはなんか誰も真似できてないところかなと思います。あとあれだ、老人ホームに行きたい。あ、それはすごいいいかも。老人ホームにカフェじゃないけど、言い方どうにでも言えるから、うん、ボケ防止とか、うん、ワードバスケットとかね。そう前その老人ホームに持ってたことがあって、はい、やっぱり遊ぶものが少なすぎて、うん、本当にトランプと、はい、麻雀と絵本しかなくて、うん、それをもうなんかローテーションで、はい、遊ぶみたいな、なんかババ抜き以外知らないみたいな。で別におじいちゃんおばあちゃんも別にそれ以外ないからそれで遊ぶっていう感じだったから、ね、それこそ麻雀カフェとかはやらないんですか。麻雀はね、いいな。私にとってジェリージェリーカフェさんは一番最初に自分の作品を作った時にどこかカフェに置いてもらいたいと思って、で、まあ、お客さんにそれで自由に遊んでもらえたらいいなと思って、オーナーの白坂さんとお会いしたのが初めてだったんですけど、その後、その自分の作品を置いてもらえた初めてのカフェですごい嬉しかったんですけど、
自分の作品を置いてもらったっていうのがジェリーカフェとの出会いのきっかけになってますね。でその後はまだボードゲーム遊んだことない友達とか、やっぱり渋谷っていうアクセス、今池袋店もありますけどアクセスがすごくいいので誘って遊びに行きやすいっていう点でよく遊びに行かせていただいてます。さっきまでそこも入ってた。あ、本当ですか。渋谷店もこれぐらいいましたよ。マジで？すごい。昼から営業したくなった。いや、しないけど。こんなできなくないですか？ゲーム中言ってもいいですけどね、別に言ってもいいけど、ね、自分がボマーダンだよみたいな。ボマーダンがタイムポリス。はい、じゃあじゃんけんしようか。最初はグー、じゃんけんぽ。これ5枚並べるんじゃないですか。あ、そうでした。これ中身見ないで、見てから並べます。見てから並べ、だけどどこに何があるかは、あれどこに何があるか置いちゃいけないんですよね。枚数分かってからシャッフルして5枚並べるって感じです。切ってほしい人はい。え、絶対じゃあ切らない。なんで切らない。これどれぐらい喋っていい？僕は切らない。いやもう全然喋っていい。本当に絶対切った方がいい。僕は切らなくていい。いや、それなんか爆発するやつ入ってません？入ってない。でもリアルなんか俺もうサクセスが少ないんですよ。だからその分今その同じコラボの企画やってますけど、なんか自分のカフェと他のカフェと比べてなんかうちはこういうコンセプトでやってるなとかありますか？そのコラボについて。コラボ以外で通常の伊達さんは遊びカフェ、白坂さんはジェリーカフェ。ジェリーカフェここねやっぱ食べ物が強いですよ。そうですよね。あ、うちですか。そう、うちはね路面店ね。路面店で、そう、地元町路面店で食事が結構メインで、今もう種類めちゃくちゃ増えて、矢野たまに来てると思うんだけど、うち今もう60種類ぐらい。60種類食事メニュー。食事メニューでもそこで、でも常に出せるのって。あ、常に出せる。常に60種類。そう60持ったかも。ごめん、嘘。持ったかも。40ぐらい。だいぶ減りましたね。そこそこちゃんとした居酒屋じゃん。あ、でもそう、それぐらいあって、でもドリンクとかがめっちゃ増えて、もうスタッフがてんやわんやです。ではゲームしながら食べる人と、食べるときは食べるで、食べ終わってからゲームするのってどっちのパターンが多いですか？これは本当に人によるけど、食べながらやってる人の方が多い印象ですね。じゃあこっちに食べ物置いといて、こっちで、その食いながらやりながら食べながら飲みながら。俺たち行った時もそうでしたもんね。一緒に行ってロコモコを食べた気がします。うん、確か。それは別に邪魔、スペース的に邪魔とかにあんまならない？あんまなんないですね。例えばこう重毛で盤面をわーって使ってるときは、逆に言うとゆっくりすることが多いから。そうか、ダウンタイムで食えるのか。逆になんかそれスピードゲームはちょっと、うん、やっぱゲームに合わせてこういう食べ物にしようとかも考えてるんですか、出すのに？多少考えてますね。手汚れる系はない？ない。逆に言うとポテトチップスみたいな、ああいうスナック系とかは油で手がベトベトになるので、そういうのは結構避けたりとか。やっぱりですね、ボードゲーム人口を増やすためにどうすれば一番、まあ、手っ取り早いかなって考えると、やっぱり店舗を増やすことだと思っていて、やっぱり店舗が増えることで、来てもらえるお客さんが増える。でそこでボードゲームを知ってもらえる方が増えるっていうふうに考えているので、これからも店の数はどんどん増やしていきたいなと思っているのと、あとは、やっぱり日本で流通している世界のボードゲームっていうのがまだ数が限られていると思うので、できるだけ海外のいいボードゲームを仕入れて輸入をして、日本でもっといいゲームを普及させたいなとは思っています。感じれるかなと思います。今までもやっぱり伊達さんのお店だと結構相席を割とお店として推奨して
こう知らない人とも一緒に遊べますよっていう、一人で来ても遊べますよって歌ってると思うんですけど、そうですね、うちはそれ割とそれが全席相席 OK ぐらいの感じだよね。全席相席 OK です、はい、嫌ですっていう人いないんですか、来店時に。来店時に、あ、でもそれは要望として聞いて、例えばお二人でカップルでいらっしゃって、いや二人だけで遊びたいんですっていうことだったら、テーブル空いてればもちろんお二人だけでっていうことになりますね。平日とかはもう 7,8 割ぐらいお一人の方なんですよね、大体。すごいですよね。グループの方の方が多いですね、まあ、学生さんでサークルで。昨日はお店いましたけど、お店行って来店されたの20人ぐらいいて、全員お一人様。すごい。あ、一組だけカップルがいた。それはやっぱり、じゃあ遊びに一人で来て、でそこで出会った人たちと一緒に遊ぼうっていう。あ、そうですね、その場であのテーブル組みさせていただいて、ゲーム紹介してルール説明して遊んでいただくまでをうちはやってます。でもそこの場所の雰囲気がそういう風に作られてるから行きやすいんでしょうね、一人で。雰囲気もあるでしょうし、そのあそこの店は一人で行っても大丈夫みたいだよみたいな感じで言ってくださる方がすごく多いので、やっぱそれを聞いていらっしゃってって方が多いんじゃないですかね。一人で行ったから安心だってっていうのを聞くと、やっぱ自分も行きやすいみたいな。じゃあ次も行ってみようかな。そうですね、ちょっとなんか言われてるかな、池袋だけかわかんないですけど、ゼリゼリカフェは一人で行って大丈夫なのかなみたいなのツイートしてるのとかは見かけたりとかしてて、いや大丈夫なんだよって思っていいねをしてそれはどの店舗でも一応ウェルカムです。ただ、そのなんだろう、遊びカフェほどお客様が多いわけじゃないから、相席できるっていう確証は持てないよっていうところが、ね、うん、そうですね、まあ一人で来てもちょっとお待ちいただきますけどみたいな時はありますね。若いちょっとごめんなさいがパターンがあるかもしれないですけど、複数人で遊ぶものだからそこはありますよ ね、 そうですね、確かに一人で来て誰も相席できなくて帰るのって一番悲しいですからね。そうですよね、うん、それでスタッフがまあ一緒に遊んであげられたらまあいいんですけど、それも今ちょっとやってないんで、はい。うちはその相席ナイトみたいなイベント日を設けることで解消仕事してるんです。相席ナイトもそうですし、まあ、他でもやっぱイベントやってる時は一人の人が多いですよね。確かに。そうですね、私がボードゲームを始めた時はもう本当に自分でいろいろ調べて、で人を集めて、でルール、まあ、もちろん覚えて、一個一個やっていくっていう感じだったので、もう今カフェに行けば、その一緒に遊んでくれる人たちもたくさんいるし、ゲームも用意されてるし、こんなになんか恵まれたボードゲーム遊べる場所ってもう、が出来上がるとは思わなかったですね。かなりいい環境になってるなというふうに思います。